敬っても敬わなくても対立する人はいるし、しない人はしない気がしますねと。環境が違っても盗むやつは盗むし、盗まないやつは盗まない。あ、その通りです。もっと多分老子って全員無欲になれみたいな話、はい、もうボケーっと生きてよっていう。でもやっぱりそうするとやっぱなんか出し抜こうみたいなっていう人がいるから、出し抜かれないようにしようとする人が出てきてこれどうやったらみんなスタートラインに並べるんですかね。そんな無理じゃないですかとは思いますけどねで要は始めたもん損じゃないですか、はい、OK 老子先生分かったよと、うんうん、俺は第3章始めるよ、うんうん、無欲、うん、無知、うん、ああでも無欲無知、うん、まあ、それはそれで幸せか。お腹がいっぱいであるかどうかだと思うんですよね、うん、っていうと、うん、このお腹のいっぱいという表現、うん、はい、ちょっと今日どこかで出そうと思ってるんだけど、うんうん、さあ才能に目覚めようっていう、はい、ストレングスファインダーの本なんですけど、うん、一番、初めのところにですね、うん、ウォーレン・バフェット投資家の、はいはいはい、話が出てくるんですね、うん、ウォーレン・バフェットが言ったと、うん、私は君たちと何ら変わりませんと、まあ大金持ちですよね、うん、が言ったと、うん、でウォーレン・バフェットがすこぶるラフな服装で現れると、うん、ネブラスカ大学の教室を埋め尽くした学生たちを前にしてこう言ったと、うん、何ら変わりませんと、うん、学生はクスクス笑ったと、うん、それは無理からぬことだと、うん、バフェットは世界の長者番付にその名を連ねる一人であり、かたやこのネブラスカ大学の学生は大半が電話代の支払いにも困るような身のものばっかりだと、うん、で私ウォーレン・バフェットが言った、私は君たちより裕福かもしれないがお金は大した問題ではないと、うん、なるほど、私は最高級のスーツをオーダーメイドであつらえることができますと、でも私なんかがそういうスーツを着てもせいぜいそこらの安物に見えるのがオチですと、実際高級レストランで100ドルの食事を取るよりデイリークイーンでチーズバーガーにかぶりつく方がどれほどいいかと、学生たちは怪訝な面持ちだったと、うん、それを見てバフェットは話題を変えた、もし君たちと私に何らの違いがあるとすれば、私は毎日朝から晩までこの世で一番好きなことをしている、ただそれだけのことではないでしょうかと、君たちに向けて何かアドバイスめいたことが私にあるとすればそれにつきますと、この言葉だけを聞くと巨万の富を築いた人物が結果を見てものを言ってるように聞こえなくもないが、バフェットは心からそう思って言ったのであると。これ、はい、と、うん、今のこの話、うん、僕の中ではなんか同じようなことを言ってるつもりなんですね。同じこと言ってるのかなって、共通、まあ、こっちはまあ同じことかどうか分かんないですけど、はい、こっちはまあ老子なので欲をなくせって言ってるんですよね。で、長者のバフェットも別に金持ちになりたいと思ってやったわけじゃない、うん、本当に欲もなくて、うん、何もなくてただ僕好きなことやってるだけなんだよ、うん、っていうなんか これがなんか僕はヒントになるかな自分のね、うん、って思った、うん、というのはまた別のところでですね、僕の師匠でももう一人の師匠である、はい、ザ・ブルーハーツ、はい、今はクロマニオンズですね、はい、の河本博人さんが、うん、もともと、うん、中華料理屋で、はい、岡山出身の方なんですけど、うんうん、水道橋博士と同じ高校、はい、で、まあ、うん、頭いい高校なんですよ、はい、頭のいい方、うん、で法政大学行ったみたいなんですけど、うん、ただもう彼は、中学校卒業した時から、うん、もう親に言ってたと、うん、ロックやると、うん、ロックやりたいと、うん、でも親が高校は行けと、うん、みたいなところで、まあ、高校には行ったと、うん、で、ロックがどうしてもやりたい、うん、から、うん、まあ、その辺のちょっと経緯は分からないんですけど、うん、東京に出て、うん、中華料理屋でバイトをしていたと、うん、まあ、そこで一緒だったのがあの孤独のグルメの松重豊さんと一緒にバイトしてたみたいなんですけど、うん、そこでもその時からロックはやってたらしいんですね、うん、で言うんですよ、僕は
もうその何にも売れてない時から幸せだよって、うん、なぜならやりたいと思ったロックができてるんだもん、うんうん、っていう、なんかこの辺の今のこの老子の話と、はい、バフェットの話と、うん、ヒロトさんの話って、うん、僕の中ではなんかその幸せって何かみたいな、うんうん、で欲があるわけでもないっていうところで一緒なんですけど、うんうん、あ、そのどうぞ。そのまあ結果が出てる人たちじゃないですか。そう、結果が出てなくても、はい、幸せだって言えるんだったら多分一緒ですよ、はい、で、うん、ヒロトは言うんですね、はい、僕はだから、うん、今は今幸せだよと、うんうん、でこの悩める者に向かって言うんですよ、うん、みんな求めすぎだよと、うん、今僕があるのは、うん、僕が今幸せなのは、うん、ロックが歌えることだと、うんうん、売れてる売れてるとか関係ないと、うんうん、って言われると確かに比較してしまうとね、うん、誰々よりも売れてないとかね、うん、多分今うちの娘なんて河本ひろと知らないですよ、うんうんうん、でも彼は自分の言葉で言うんですよ、幸せだと、うんうん、ここので考えると今僕はね幸せなはずなんですよ。なんかおしゃべりおしゃべりしたい、はい、おしゃべりを誰かに聞いてもらいたいと思ってるので、うんうん、こんな今14人もの方が見てくださってるっていうこの状況は幸せなはずなんですよ、はい、うん、ヒロトだったら言いますよ、幸せって、うんうん、遠い、それが遠くて苦しいんです、うん、先生まあ結果をですよね、はい、結果を求めるから。でも人間って、はい、そうじゃないです、エビデンスはないですけど、まあ欲の塊ですからね人は、まあ、エネルギーだから必要なんですけどね、これ、あ、必要だと僕は思ってるんですけど、うん、これがない、ロースは必要ないって言ってる、はい、そうですか。あ、そのそれが争いのもとですよって言ってるわけですよね、はい、あ、そうですね、うんうん、あ、そうですね、うんうん、でも隊長今僕の言ってるこの気持ちって分かりますよ。分かりますよね。あ、だから老子は、はい、老子も分かりますよ、そんな無理じゃねえって思 う, あ、そう、僕もね感覚がある。はい、で僕は最近このヒロトの話と、うん、バフェットの話と、うん、老子がつながってですね、はい、ああ、なんか確かになんか、うん、無欲で好きなことをやるって確かにこれ幸せだよね、うん、で真理だよねと思うんですよ。ヒロトが成功してるから、はい、見えます。成功してるじゃないですか。でも、うん、多分彼は幸せな家庭とかね、うん、最高級のスポーツカーとかね、うん、多分そういうのはないと思いますよ。それは別にそこに価値を求めてないって話ですよね。ロックがやれば幸せなって言ってるんですもん。ロックがやれてるかどうか、はい、その喋れてれば幸せ。僕ね今、うん、だから幸せなはずなんですよ。で、はい、家庭がなくても幸せ。家庭は欲しいです。で家庭も欲しいじゃないですか。家庭は幸せです、はい、話せる場所も欲しいわけじゃないですか。欲しいですよくなんと欲深い、うん、本当に、はい、そこら辺の隅でペラ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 一人で喋ってて幸せって感じるんだったら、はい、ロックができてれば幸せレベルじゃないですか。誰も聞いてもらう人がいなくても部屋で一人でギター弾いてたりとか歌歌ってたりとかして、はい、あー幸せだなって感じれるレベルですよ多分。この辺がね苦しい、はい、苦しくありませんか皆さん、バフェットは子供の頃から商売起こしてめちゃめちゃ数学強くて誰よりもケチで年次報告書を毎日8時間以上読める人なので額面通りに受け取れないと、まあ、でもそれが好きだって言ってるんですもんね、はい、そこなんですよ好きでやってるよ俺って、別にハンバーガーでいいよ俺って、うん、そのケチというかなんというか、まあ、金稼ぎが好きだって話ですもん金稼ぎとは言ってないですけどね。金稼ぎとは言ってないけど、はい、まあでも要は金を増やすことが楽しいって話ですよね、はい、はい、うん、そこからハンバーガーでいいよ僕は、うん、だから高級車が欲しいとか、はい、いいもの食いたいとか、はい、そんなのはあんまり気にしないけど、じゃあもうどんどんジャブジャブ出してくれればいいのにね。でも金を増やすことが好きなんですもん。ああだからそこもまあ欲みたいなもんじゃないですか。つなげちゃダメなとこだったですかね老子と。だから老子はちょっとなんか飛び抜けすぎな気はするんですよね。そうですよね、うんうん、では、うん、じゃあバカボンのパパだったら、はい、なんて言うだろうねっていう、うんうん、みんなの上に立つ人が
口の達者なずる賢い感じの人に、あんた偉いね、うちで働かない?なんて声をかけることをやめるなら、うん、みんなは目先の競争をやめるだろう。みんなの上に立つ人がダイヤモンドが欲しいなんて考えをやめるなら、みんなの間からダイヤモンドを取ってやろうという泥棒がいなくなるだろう。みんなの上に立つ人が欲しくなるようなものを見るのがやめれば、みんなの心も穏やかでいられるだろう。だからどえらい人が大統領になった暁には、みんなの心をうすらバカにさせることによって、みんなのお腹をいっぱいにしてやり、出世したいみんなの志を弱めることで、逆に骨を太くしてやるのだ、うん、みんながずる賢い知恵を振り回したりしないようにして、そういうやつが現れたとしても、うちは無意自然ですよ、パカーンとあまり行動させないのだ、うん、自然の仕組みであるタオに従って余計なことをしないようにすれば、国は収まるのだ、これでいいのだ、うん、そうそう、はじめちゃんが出てきます、はい、パパ、諸悪の根源である欲望を抑えようとするのはわかるけど、これは一種の愚民政策だよ、今の時代には無理かな、うんうん、はじめちゃん、はい、頭がいい、うん、でも愚民である、全員が愚民ならそれが一番幸せって言ってるんですよね多分、うんうん、でどっかの誰か一人がスポーツカー乗っても誰も 見向きもしなければ、誰も羨ましがったりしなくしければ、その人もそんなスポーツカー乗るのやめるって話ですよ。ヒロトを首相にしましょうよ。はい、最後ロックンロールで、どうやってするかですよ。そっか、誰か口説かんかな。